はい、仙台、ツアーのスタテに、レッスン終わってから午後仙台のつわものベテランのお二人、タカさんとカンさんとヒラ君と組んでやらさせていただきました。非常に白熱した試合になりましたのでぜひご覧ください。サーブは高尾プロから教えていただいた少しトスを低めにしております。この日はOK 仙台のこのお二人は非常にねリターンが良かったですね。もう少しねサーブ初見の人はサーブ取れないんですけど、この仙台の菅さんのねサーブも非常に早かったです。自分の中ではダウンザラインを積極的に狙っていきました。ダウンザラインをですねやっぱりゲーム初めに入れておくことで相手前衛はサイドの方も守らなければいけないなっていう考えになると思います。仙台のタカさんのねテイクバックは非常に、独特なんですがすごいパワフルでしたね。合わない僕はボレーが甘い、うん、もうちょっと落ち着いてねコースを狙えるようにしたいと思います。この場面はロブじゃなかったですね。間違えたな。合わない。ここは低いボールでウィンドミルでよく処理できたと思います。
ね。久保田さん、逆クロスです。はい、合わない。これはダメなボレーです。はい、ガン積極的にダウンザライン狙います。すると仙台のタカさんの動きを見てください。かなりサイドをケアしてます。せめてボレーはね、サービスラインより後ろにしないとな。タカさんに逆を突かれてしまいました。ここはワイドにスライススピンというイメージで狙いました。合わない。ここはお二人前に出てきたのが分かったのでロブで対応しました。
ここはラッキーでしたね。ヒラ君、危ない空振り。こういうところに決められると気持ちいいですよね。仙台のタカさんのリターンにヒラ君はちょっと押されてる感じでしたよね。ヒラ君のダウンザライン出ました。やっぱりねこれ大事ですよ。ちょっとね、私は上から下に落としすぎるな。もうちょっと、考えます。ここでは決め打ちでダウンザライン狙ってます。カンさんをサイドにつけさせて、まず安定してクロス打って前、お二人前出てきたからロブです。仙台のタカさん、カンさん、非常に楽しかったです。ありがとうございました。また仙台行きます。よろしくお願いします。タカオプロに物申す。ヒラ君立派です。いやうまそうですね。いやめっちゃうまそうに見えますね。こっから見たらどうですか。うまそう、マジで。いつも麦飯なんで、またちょっと違うと思いますね。坂口さん、頑張って。はい、頑張ります。かわいい。